松村選手からお願いします、はい、松村選手、登場です。登場ですよ、ね、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。こんなにいいフォームを汚してこれはホームに駆け抜けた時のいいフォームです。どうですか、はい、足速いですね、はい、で、今日僕の中で注目選手一番最初に、松村選手を挙げさせてもらったんですけど、はい、もう明快見てる人たちはどういう選手かっていうのはどういうセールスポイントかっていうのは分かってると思うんですけど、はい、改めてセールスポイントを教えてもらっていいですか。はい、やっぱり、まあ、今日見ていただいた通り、うん、足はやっぱり一番見てほしいところであります、ね、そうですね。足でじゃあ出る塁に出る塁に出てこうアピールするためにはやっぱり打撃の方も大切になってくるのかなって思うんですけど、その辺はきっとまだ1年目これ新入団に入って、ようやく開幕を迎えてっていうところだと思うんですけど、その辺のこういきなりプロ一応プロへの慣れっていうのはどういう感じですかね。そうですね、特にスタートダッシュはすごい良かったんで、今日がなんか調子悪かった、ね、そうです。ここ3試合ぐらいちょっと調子悪くて、うん、まあ序盤にちょっと打ててたんで、その分ちょっとまあ、1試合1本は出てるんですけど、うん、まあ、ちょっと落ちてきてるかなって思うんですけど、まあ、もう本当にね、最悪足で稼げるっていう部分もやっぱあると思うから、やっぱその辺の率の稼ぎ方っていうのはやっぱ覚えていけるといいですね、はい、あとは僕が勝手に思った感覚言っていいですか、はい、あとはなんかこうやっぱ一番としてのフォアボールを選ぶっていうのも一つのこう、なんて言うんだろう、いい足をアピールできるポイントにもなると思うので、はい、そういった偉そうに言っちゃ悪いんだけど、そういったカットできたりとかっていうようなところもフォアボールを選べるようにぜひなってもらいたいなと思いました。ぜひもう僕は注目しているので、はい、足アピールして、はい、もう結局最終的には3拍子アピールできるような選手目指して頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい良い足でした。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ブエー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 、皆さん、キズナの YouTube チャンネルでは BC リーグの選手の情報を盛りだくさんお届けしております、はい、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん見てください。